スマホかくれんぼ。家中に隠された携帯を探す。ちょ禁止エリアがありまして、実家だからね。こういうね、こういうところが多分バレないと思うんですよ。まあ、僕はまあシンプルにここから隠そうかなと。人の家なんてね。さようなら。さようなり。まあ、春樹の部屋は結構、まあ、隠しやすいと思うんで、まあ、カイトはね、春樹の部屋行ってください。了解した。今回僕はまだ使われていないあのトイレとかね、お風呂とかの方に隠していきたいと思います。かしこまりしゃ。まあ俺だったら踏み切り、おびくしょ、おびくしょ、いい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 い、危ね危ね。何してんの。大丈夫大丈夫、変わりない。どこにしようかな。隠すとき自撮りしながら隠してね。了解しました。基本自撮りってこと。基本自撮りで了解です。 OK です。どうしようかな。まあこういうところにね隠してもいいんですけれども、そうっすね、あんまりここに隠すのもしかしたら効果的じゃないのかもしれないですね。見てくださいこれ。まあここに隠せばね、まあ音聞こえにくくなりつつ、音がここで聞こえたとしても、うわこっから探すのめんどくせえ、どこどこどこってなることを祈っておりますということで、じゃあ隠します。なんかどっかの中にあるみたいなスタイルが多分いいんですよ。なんなら廊下とかもいいんじゃないですかね。いい場所ないな、ちょっといい場所ないっすね。あ、ここのタンスの一番下の台にタオルが入ってるんで、どうしようかな。あ、めっちゃいいとこ発見しました。どこに隠そうかな。まあ多分ね、取りづらいところの方がいいよね。よし、僕は決めました。ちょっとめんどくさいけど、ここの中、もうここ、ここ、この中にぶち込んでいきたいと思います。こいつの中もありだな。でもなんかな、聞こえやすいな。おおおお。ここの隙間ってる、あ、もうここな、音響くな、多分な。僕はね、ここに、ここの、なんとですね、ここに隠す場所があるんですよ。これ絶対わかんないです。これ絶対わかんないと僕発見したぞ。これ落ちるか、これ。うわ、落ちるな。うわ、ダメだ。どうしよう。全然決まんない。よいしょ。こちらのね、人生ゲームの、この中にぶち込んでいきたいと思います。よいしょ。よし、オッケー。しまった。よし。で、これも奥に入れて、これでどうですか。一回これ試しで鳴らしてみるってのありですよね。俺で、え、待って、モッチの方聞こえないかも。いや、2回鳴ってるってことは聞こえてる。あ、いい方法考えましたよ、皆さん。タンスの中に、このタンスと見せかけてこのカーテンを開くと、こうわずかな隙間があるんですよ。ここに隠していきたいと思います。あ、ごめんなさい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 。僕はね、ここに隠したいと思います。こいつの中にね、クレイジョン、ダメって言ったじゃん。え、ここだよ。そこダメじゃね。クローゼットってあっちじゃないの。マジかよ。これあっちのさ、洋服の方のさ、話してんのかと思ってさ。ガスコンロのここの間に行けてぶち込みました。じゃあ呼びに行きますか。お待たせ。では親戚チームのターンです。よーい、スタート。さあ行くぞ、リビングだ。あ、リビング行く。じゃあ俺は部屋行くぜ。いや、俺は先にここを攻めよう。ガサツですいや、さっきの無線のやつを見てね、無線はこう、開けて満足してたから。うん、奥まで見る。ないや。確実にないエリアを潰していく。最初はさすがにね、人んちだからね、そんな奥までいけないと思うんだよ。ないな。同じパターンはないと。なんか青いんだよな。ついた。よし、ちょっと同じ感じでとりあえずここの下にないかどうかを確認していきます。最初の5分だっけ、10分だっけ、なるまでこの時間さ、もう本当に何にも頼るものがないからさ、片っ端から探すしかないよね。
何分だったかな。ここは絶対見ない。俺の部屋行くか。そうだ。いやーマジで探す側になると急になんか部屋が汚く見える。ここら辺は多分マジで あかんとこだな。ここら辺って本当にあかんかな。失礼します。マジでなんか手がかりをくれよ。何かに隠されてるというあれを取っ払いたい。どこかね。4321。おーっと近いぞ。ここだな。音が1個しかない。待って、カイト鳴ってないかも。マジカイト鳴ってない。スタート。え、全然違う。え、なかった今ここに。え、こっちだな。全然違う。え、なかった今ここに。嘘。え、今鳴った。嘘だろ。おい、鳴りました。え、マジここら辺だったよ今。ちょっと充電エリアに行こう。ここは違う。まだ赤だわ。わあ、ミスった。鳴らしまーす。はい、お、はい、あれ、3回行きましたね。アングルが今終わってました。おい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 、はい、あります。モッチ発見。マジあるぞここに。絶対あるぞ1個。なんだこれ、取れ、ゲット。早い段階で見つかってしまった。10分46秒です。よし、向こう行ってくるわ。うわー、どうなるんだこれは。本当ここだったんですよ。え、今鳴った。鳴ったな今。15分経過です。え、そっちか。え、ここじゃね。え、今3回終わった。終わりました。早っ。早い、なんかスルッと終わりやがった。勝てるかもしれない。これは来た。頼む頼む。上の箱見た全部。上の箱見た。あ、そうや、場所は、ん、どこのエリアか。どこのエリアに。あ、この辺です。おい、アパウトだな、だいぶ。その辺か。17分。やばい。うわ、いやー、無駄ないね。この辺だと俺が洗面所の辺を見落とした可能性がある。洗面所の可能性もゼロではない。でも洗面所って言うもん。頑張った。あー、何？切れた。あ、なんだ。あ、マジ？やばい。ちなみに鳴らしますよ。そこじゃん。絶対。やばい。絶対洗面所じゃん。やばい、やらかした。なんか誰か鳴ってるぞ。こっちのが鳴ってるぞ、もちろん。あった。え、なんでお前そこどけた？あー。はい。ちょっと。ありました。おっと、10秒ぐらいオーバーしたな今。18分15秒です。カメラってことは、出ました。はい、第1回スマホかくれんぼ、はい、勝者、親戚チーム。よいしょー。おーい。マジさ、こいつが脳筋だった。お前の隠してる場所を知らなかった。マジこいつが脳筋すぎた、マジで。じゃあお前の隠してる場所を知らなかったんだ俺は。最悪だよ、連携ミスだよこれは。完全なる言葉が出ません。え、俺たちあそこのクローゼット問題あったんだ。いや、お前あそこのクローゼットに隠してたら絶対もっと早く死んでたよ、ちなみに。わかんないだろさすがに。だって下めっちゃ下の中だよ。だってじゃあ、まあ今回は新世紀の勝ちということで、はい、これ次回もあるんですよね。第2回も楽しかったんでやりましょう。次回のせ、ぜひ乗せの家でね。どこか俺の家なの。乗せの家に出張して。絶対にダメだ。乗せの家でやりたいと思います。はい、絶対やります。